ついに焼けました。イノシシの肉です。さて、お約束の、もうね、すでにこの時点でホワッときますよ。もう食べる前から香りがね、うおっ、うん、はっきり言いましょう、臭みがねきますね。でもね、それがね、不快な臭みじゃないんですよ。なんていう複雑な味わいの、いい意味での臭み。これは山の男のグルメですよ。赤身、思った以上に柔らかいですね。獣の肉いただいてますっていう感じです。それでは溶岩でじっくりと焼いた胃の肉、串焼きとはまた違うんですよね。行ってみましょう。あら、もうね、串焼きとは明らかに違います。まあね、はっきり言う、一言で言うならばステーキですよ、ステーキ。串焼きは余分な水分が全部抜けてくんで、そうじゃなくてしっかりとね、ジューシーな肉を味わうならば溶岩焼きです。最高、ジビエの最高峰と言っていいでしょう。最高のステーキです。縄文小屋からでした。